日です。参加無料ですので皆様どうぞご参加ください。ただいま動物科学館1階レクチャールームではワークショップを行っております。ここはね2頭いるので見分け方もね一緒に覚えてもらえるので、あっ2頭あらら、分かってんじゃない。これは終わったら、ね、サパンダはね顔で大体見分けられる、言っても同じ顔に見える前こっち歩くだけだったよね。